さあ、ここでは come to あるいは get to というですね、2つのフレーズを頭に入れていただければ結構です。どちらも何々するようになると変化を表す使い方です。come というのは来るという動詞ですけれども、ある状態にやってくる、ある状態に立ち至るというところから変化を生み出します。そして get to、 get も動きですよね。ある状態に動いていってなるというところから変化を表すことができる動詞です。さあ、 A の文をいきましょう。 He came to realize the importance of teamwork. 彼はチームワークの重要性を理解するようになった。 realize する、そこに立ち至ったと come to が変化の意味で使われていますよね。